御嶽山が噴火してですね、その60人ぐらいの犠牲者を出し、本当に大きな噴火の事件があったときですね、2つびっくり私いたしました。1つはテレビにその時出てきた火山予知連絡会の会長だと思いますが、東大の教授がですね、こんなのが大体火山学の現状ですよっていうようなことをですね、悲痛な顔もせずに、気象庁の課長さんあたりと横に座ってお話になったと。私はもうこれびっくりしてですね、なんでかって言いますと、その火山には予知があってですね、登山するときに登山口に貼ってあるんですよ。御嶽山の場合、安心して火口付近を歩けますと書いてあるわけですね。レベル0。噴火の可能性なし。それでお母さんとか子供をそのハイキングに出したりしたわけですよね。私たち工学をやってる人がですね、飛行機が墜落するかどうかわからなくて、飛行機に乗って安全ですよって言って、もし飛行機が墜落したらもう大変なことで真っ青になっちゃうんですけど、その自分でですね言っといて、いや火山学はこんなもんですよってよく言うなと思ったわけですね。それでもうこんな東大教授が火山の予知連絡会の会長なんかなってたらたまらんと思ったわけですよ。それから数ヶ月経って今度ですね、あるテレビで名古屋大学の地震関係の先生が来られて、私がコメンテーターだったんですね。で、やっぱり謝罪してくれって言ったんですよ。なぜかって言ったらいろいろあってですね、一つが御嶽山の頂上にあった地震計が多分壊れてたんですよ。で、これは名古屋大学が確か担当してたんですよ。ですからそれをちゃんとはっきりして、地震計がなくても火山の噴火の予知ができなかったかもしれないけれども、やはり誠意として、もしかすると地震計が壊れてなければ分かったかもしれないぐらいは言ってくれと 言ったらですね、その後その名古屋大学からの圧力だと言ってきたんですが、テレビ局を通じて私に圧力が来ました。で、これもびっくりしちゃったんですよね。だって御嶽山を担の火山を担当している学者がですね、自分の予測が間違ってたと指摘されて、意趣返しをするっていうのはね、これはもう到底学者とは考えられないんですよ。それでもうよくわからないなと思ってたんですよね。だってみんな、学問もできるし、教養もあるし、人格がどうだかわかりませんが そういう人たちなわけですよ。ところがこの前、虎ノ門ニュースでですね、半井さんが古い気象庁のこの所長のですね、話をご紹介いただいたらですね、天気予報についてどういう信念を持ってたかと、いうことで、僕は当たらなかったら恥ずかしいっていうような感じの回答をしたらですね、答えはその気象庁の戦中ぐらいの、この前の戦争中ですから、今から70年ぐらい前の所長さんなんですが、魂を込めるとかいうようなご返事を、こう言っておられるんですね。もうそれでもう私ね、びっくりしたんですよ。私たち技術者というのは魂はもちろんありますよ。飛行機飛ばすときに飛行機が落ちないような魂を持って、それはそうなんですけど、それは魂は工学じゃないんですよね。工学の元になる人格なんですよ。だからもちろん工学をやる人は人格がなきゃいけないんですが、それは工学そのものじゃないんですね。例えば新幹線も今のところ全然事故ありませんが、それももう非常に厳密な推察によって新幹線を走らせてるんであって、車軸の問題とかですね、車軸の焼き入れの問題とかいっぱいあるわけですよ。それが、信号の問題もありますしね。それが、一人一人の技術者が、その自分の予測というか設計が間違ってはいけないという信念。間違ってはいけないという信念であって、魂じゃないんですよね。わかったと思いますよ。思いました。つまりですね、天気予報は昔から当たらなかったんですよ。で、当たらなくてもみんなが天気予報があった方がいいって、僕らが若い頃は、小さい頃は天気予報は当たらないって言ってたんですよ。下駄を掘り出して裏か表かやった方がいいよぐらい言ってたんですね。それでも天気予報やってたんですよ。だから実は予報じゃなかったんですね。天気予報という日本語が間違ってて、どうなるかわかんないけど一応見込みを出しますよぐらいだったんですよ。しかしそれを気象庁がずっとやってる間、多分技術の予測は当たらなくても良いという錯覚が気象庁の中に生まれたんだってことが、バッと分かったんですね。もうそれで分かっちゃったんですよ。つまり我々工学っていうのは、簡単に言えば飛行機を飛ばして墜落しても仕方がないというような原則はないんですよ。そんな原則はないんですね。
だから、航空機を飛ばして墜落しても仕方がないっていうのは、そういう原則はないということを忘れたわけですよ。それがそのうち何年も何年もやってるうちに癖になって、そのうち定着して、だから地震学者もずうずうしいんですよ。僕もちょっと考えられなかったんですね。例えば東海地震が来るっつって、阪神・淡路大震災が来た時もしらっとしてるし、しかもあの時にまだ阪神・淡路大震災の調査に行くのに、京大学行くのか大阪大学行くのか、なんか派閥争いしてましたよ。人が6000人も死んでるのになんだと思ったんですよね。だけどみんな共感しました。東北大震災が起こった時もそうですよね。打ち続くそのミスに対して、気象庁に関係する東大教授をはじめとした先生方がしらっとしてるのは一体どういうわけかなと、もう全然分からなかったんですけど、まあこのことではっきり分かっちゃったんですね。つまり、気象で天気予報が当たらぬも発見、当たらないも発見っつって気象庁が天気予報やってたもんですから、その天気予報の癖がついて、あらゆることはいい加減でいいと思ったんですね。それからそれ学問と関係ないんですよ。例えば飛行機だったらば、飛行機を飛ばす過程では随分失敗もありました。しかしそれを乗り越えて、ちゃんとした安全に飛べる飛行機っていうのを作ったらですね、今度それについての技術者の責任はあるんですよね。だから例えば、地震の予知でいつもね、地震学者がつまらないこと言ってるんですよ。要するに、性格を期したらね、学問の自由が、いやいや、学問の自由はね、内的精神的自由ですから、地震の予知でも大いに地震学会でガンガンやればいいんですよ。起こる起こらないも含めてね。ただ、それを民間に発表するとき、例えば御嶽山の場合みたいに、ふもとにですね、安心して火口付近を歩けますなんて看板を出して、で、事故が起こったら噴火予知ってのはこんなもんですよっていうのは、まさに天気予報で、あなたたち、私がですね、昨日の天気予報で今日は雨降らないって言ったけど降ったじゃないかって言ったら、いや、そんなものが天気予報ですよっていうのと全く同じ感覚なんですね。そんなこと私たち普通の技術者が言ったらもう大変なんですよ。工場で火事がバーンと起こると、原発が爆発する、いや、そんなもんなんですよ、今の技術はと。もうそれじゃあ済まされないんですよ。人の命も失われるし、被害も随分出ますからね。今度台風が東北に上陸して、これももういい加減な言い方でしたね。歴史上東北に上陸するの初めてだ。そんなことはないと思いますよ。これは1951年に気象庁が公式な統計を取り出してから初めてなんであって、たった65年の歴史なんですよ。それをですね、史上初めて東北に上陸したっていう、そういう言い方をすること自体がですね、もう技術自体が全部崩れてて、まあ、なんか夜店のね、旦那が言ってるような感じなんですよ。要するに嘘を別に言ったって構わないじゃないかと、人を脅かすためには何言ったっていいよって、そういう感じなんですね。だけども私はこれ気象庁を非難するんじゃなくて、気象庁があんなに地震とか火山の予報が当たらないのに正々堂々として悪びれない理由は何だったか、それは天気予報がずっと当たってなかったからだと。ほ れで、まあ天気予報も大切ですけど、雨が降らないと言っても降ってもですね、大きな被害が出ないもんですから、まあ国民側も気象庁側も、まあこれでいいや、これでいいやで来てるんですね。それが地震予知になり、火山予報になって、それでまだ地震学者の気持ちが切り替わらないで、俺たちがくだらない仕事してんだ。どうせ予報ったって当たらなくていいんだと。我々はそんなもん、ヤクザな仕事なんだと思ってるわけですから。これはもう、その他の工学技術ですね。私なんかが担当する技術とはもう非常に大きく違いますね。こんなことやってたら公害だっていくらでも起こる。食品安全も守れない。飛行機も汽車も運航が守れない。機械も家庭電化製品も火を吹いたり、それから、いろんなことが起こりますよ。漏電したり。まあ、気象学ってのはポンコツですね。本当にもう地震学も気象学も、間違ってもいいという前提に立ってやってると、それが歴史的ですからね。だけどこの前それがはっきり分かって、私の頭のモヤモヤはすっかり飛んでしまいました。